さて今回はかわいそうなクラシカーにスポットライトを当ててみるぞ。クラシカー？何それ、クラシックカーの間違いでしょ？いや、クラシカーで合ってる。80年代の日曜8時のゴールデンタイムに放送された刑事ドラマ西部警察は知っているよな。もちろんよ、渡里哲也さん率いる大門軍団が大暴れするアクション刑事ドラマ、みんな毎週夢中で見てたわよ。マシン X やマシン RS トリオ、スーパー Z、 みんなかっこよかったわ。今回はその中で大活躍したかわいそうな名脇役者に、スポットライトを当ててみよう。その車は330セドリック・グロリアだ。スカイライン・フェアレディ・ゼット・サファリ・ガゼールでもなく、ある時はパトカー、またある時は逃走者のやられキャラのセドグロ？あのドラマが大ヒットした最大の要因はスカイラインや Z ではなく、毎週毎週意味もなく爆破されぶつけられ横転されまくったかわいそうな日産車たちのおかげだと私は思う。フェアレディ Z まで川を飛び越える30メートルの大ジャンプをさせられていたわね。この時のスタントマンさんは脊髄圧迫骨折の重傷を負ったが40日後には見事に復活したらしい。しかし、フロントが上がり着地点が見えないこの瞬間ってどんな気持ちだったんだろうな。考えただけでも恐ろしい。シリーズで壊した車の数はなんと4680台にも及んだのよ。時代が時代とはいえ、今になって振り返るとやっぱりもったいないし、何よりかわいそうだったわ。その壊された日産車たちの怨念に今の日産は取り憑かれてるっていう都市伝説もあるものね。石原プロも解散しちゃったし。本当か？嘘です、ごめんなさい。ということで今回は走る応接室と呼ばれた330セドリック・グロリアについてゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。1975年に発売された330セドリックは4代目にあたり、330グロリアは5代目にあたる。グロリアの方が1台古いんだね。この330セドグロの解説をするには先代の230セドグロから触れておこう。セドリックとグロリアが姉妹車となったのはこの230からで、くしくもライバルクジラクラウンと同じ1971年2月に発売される。外観での違いはフロントグリルとテールランプ、それにボンネット、ボンネットのデザインが違ってた。この230もよく爆破炎上を横転させられていたわ。当時はまだこのハイオーナークラスといえば法人需要がほとんどだったが、日産は個人需要を意識してアメ車風のオーソドックスなデザインながら、当時流行りのコークボトルラインを取り入れたスタイリッシュなピラーレス2ドアと4ドアハードトップを初めて採用する。エンジンは 2600cc と 2000cc の2本立て。そして1975年6月330セドリック・グロリアはデビューする。開発テーマは上質なインテリア、パワフルな走行性能、先進の環境性能、高い安全性。スタイリングは230をベースとしながら70年代の日産車を彷彿とさせる、曲線曲面を取り入れた、先代よりも悪の強いデザインとなる。当初、各目2灯は2ドアハードトップのみで、丸目4灯は4ドアセダンハードトップ。フロントフェイスは彫りが深くライト部分が上下に広い凝ったデザイン、分厚いメッキバンパーに豪華なメッキモールはなかなかのいかつさね。ハードトップのサイドビューはエッジを立たせた抑揚のあるコークボトルラインに分厚い C ピラーでかなり攻撃的でダイナミックなスタイリング。ハードトップはピラーレスだからこの開放感。やんちゃなお兄さんたちには箱乗りしやすく大人気。けどピラーレスって強度的に大丈夫だったの。確かに見た目は少し不安だが、ドア周りを7層構造とし40万キロの悪路走行と10万回に及ぶ開閉テストを見事にパスしていた。リアも分厚いメッキバンパーに横長のガーニッシュ付きテールランプでフロントに負けない豪華さ。ボディバリエーションは2ドア4ドアハードトップ、4ドアセダン、バンで、なぜかワゴンはなかったわ。彫りの深いグリルに分厚いメッキバンパーのアメ車っぽいフロントフェイスに、商用車らしからぬグラマラスなリアフェンダーとガーニッシュ付けテールランプと2本リアワイパー。商用車にしておくにはもったいないダイナミックなスタイリング。2800cc4 ドアハードトップは全長4785全幅1705全高1430ホイールベース2690車両重量1465kg、サスペンション前ダブルウィッシュボーンコイル、後ろリジットリーフ、ブレーキ前ディスク、後ろドラム、タイヤ 7.35S144PR。 5ナンバーの 2000cc SGL より 95mm 長く、15mm 広かった。エンジンは排出ガス対策によりパワーダウンしたため、その打開策として排気量アップと EGI 投入で切り抜ける。
世界で一番厳しいと言われた昭和50年規制をクリアした NAPS 日産アンチポリューションシステムを搭載していたわ。エンジンは 2753cc 直列6気筒 SOHC の L28 型140馬力と 1998cc の直列6気筒 SOHC EGI 電子制御燃料噴射の L20E 型115馬力、後に 2164cc 直列4気筒 OHV ディーゼルの SD22 型65馬力を搭載。ミッションは5速4速 MT と3速 AT で、2800cc MT の最高速度は180キロ。販売価格は 2800cc 4ドアハードトップ SGL は約219万円。当時多くの車種を抱える日産は排出ガス規制対策に追われ、330は中身の進化にまでは手が回らず、シャーシーは先代の230からのキャリーオーバーでなんとかしのいでいた。日産は排出ガス規制をクリアするため500億円の投資をしたけど、開発の遅れから酸化触媒や EGR 排出ガス再循環装置に二次エア供給装置まで付けたため重量増、燃費悪化も招いてしまうのよ。77年6月にマイナーチェンジを受け、豪華車の中の超豪華車の最上級グレード2800ブロアムを発売する。2800cc の L28 型を EGI 化し145馬力にパワーアップした L28E 型を搭載。四輪 ABS を標準装備し販売価格は284万円。出た、ブロアム、走る応接室。セダンはパワーシート、デュアルエアコン、エコノモニター、高級カーペットなど至れり尽くせりの豪華装備。見た目は豪華だけどふかふかで腰が痛くなりそうなシートね。価格もすごい。そして79年6月に6代目となる430セドリックグロリアにバトンタッチする。局面を多用した330から、一点、直線基調のシャープになった430。430といえばなんといっても日本初となるターボよね。当時ハイパワーのターボの認可は降りにくいからと、ターボは排出ガスを再エネルギーとして活用するからエンジン効率が高くなるというわけのわからない理由で認可を取ったのよね。よくそんな理由で認可が降りたのかが不思議だ。それ以後、同じ排気量で税金が上がらず、比較的コストがかからずにパワーアップできるターボは、日本中で大人気となる。軽自動車にまでターボがついてたわよね。いや、排気量の上限が決まっていた軽自動車だからこそ、ターボが必要だっただろう。330セドグロの販売期間は4年間で、生産台数はセドリックが約28万台、グロリアが約13万台で合計で約41万台だった。77年10月にはセドリックが生産累計100万台を達成しているわ。中古車情報サイトで330セドグロを検索してみたところ約12台にヒット。2024年6月現在、100万円台2台、200万円台2台、300万円台6台、ASK 2台でした。やはり交付しております。もし壊されていなかったらもっと台数が多かっただろうに、気になる方は一度覗いて驚いてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。